菊池克人と佐々木千秋の言霊アラカルト。こんにちは皆さん、いかがお過ごしでしょうか。菊池克人です。こんにちは、女優の佐々木千秋です。この番組言霊アラカルトは筆跡心理コンサルタントの菊池克人さんとセリフを話すという職業についております、私女優佐々木千秋が言葉の大切さや魅力、文字を書くことから見えてくるものなどを言霊として皆さんにお伝えしていく番組です。今回もどうぞよろしくお願いいたします。それでは今回の最初のコーナーはプレイバック流行語。このコーナーは菊池克人さんと私佐々木千秋のジェネレーションギャップを埋めるべく、とある年の流行語や世相をご紹介していきながら、ラジオを聴きの皆さんにも昔を懐かしんでいただくコーナーです。今回は2010年平成22年についてリサーチしてまいりました。まずは2010年どんな年であったかと簡単にご紹介させていただきたいと思います。はい、まずですね、はやぶさ探知機、探査機のはやぶさが小惑星糸川から地球へ帰還しました、ね、あとは7月から8月にかけて日本で記録的な猛暑となりました。この年のですね、世相を表す漢字がですね、暑いという字だったそうですよ。とても暑い時期、1年だった、1年というか夏だったそうです。はい、あとはですね、羽田空港沖合の新滑走路、2500メートルある新滑走路と新国際ターミナルの使用開始がこの年だそうです。はい、あとはバンクーバーオリンピックの開催、 FIFA ワールドカップ南アフリカ大会の開催もこの年でした。それでは菊池さんにお伺いしたいと思います。はい、菊池さん、この年2010年個人的にどういったことを思い出されますか。やっぱりね、最初に言ったはやぶさの無事、はい、帰還した話、はい、よく帰ってきたと思わない、あれ。いや、すごいことだとは思いましたけど。すごいよ、途中通信不能ってさ、ダメかなって言ってる時に結局また戻ってこれたんだけど、ただ帰ってくる宇宙船のね、はい、突端の部分ってあるんですよ。これを作った人を僕はたまたま知っていて。そうなんですか。はい、これ大企業やってんじゃないんだよ、町工場やってんだよ俺。あら、そうなんですね。大企業の力でボンと作って、JAXA と一緒に作ったんじゃなくて、はい、JAXA から依頼されて、はい、町工場で作ったんですよ、これは。要は大企業ではできなかった。そうなんですね。まあ、たまたまその方を知っていてね、いや、よかったよねっていう話でさ、はい、なんか信じられなかったんだけどさ。いや、それはね。随分前に作ってるわけですよ。で、飛ばしたったから。はい。じゃあもう長い年月をかけて、 その日に、まあ、かけた、ね、この人はもういろんなことを発明されてる方でさ、はい、あんまり細かいこと言っちゃいけないのかな、いいのかな、あれだけど、はい、郵便局のさ、オートバイの後ろに乗っかってる赤いボックスあるじゃない、はい、赤いボックス、はい、郵便物入ってるボックス、入ってるやつ、はい、あれ発明した人ですよ。あれものすごい機能的なんです。そうなんですか。単なる赤い箱に見えるじゃない。赤い箱だと思ってました。あれはものすごい箱なんです。素晴らしい、単なる弁当箱じゃないんだあれ。そうなんですか。あれが全部のバイクにさ、はい、乗っかってるわけだけども、すごいんですよあれ。いろんな工夫がされてるんです、傷まないように。あ、そうなんですか。だからあれ壊れたの見たことないでしょ、壊れてるの。まあ確かに見たことはないですけど。壊れてすぐ取り替えてるって意味じゃなくて、はい、壊れないんですよ、ぶつかっても。壊れにくい。バイクごと倒れても割れないんですよ。そんなにすごい頑丈なんですね。すごいものなんです。すごいものです。あれは設計されてるのがすごくて、はい、まあ、そういったものをね、まあ、作られた方が自分でもやっぱりそういった今回の宇宙船のようなものあってさ、下町旅行ってそのものとは言わないけどもね、ドラマの世界みたいですよね。でも本当なんだよ。ただ僕はそれ聞いた時にすごいと思ったのは、JAXA はさ、はい、そこなら作れるってなんで知ったんだろうと思ってさ。はっ、うわ、そうですね、普通ありえないじゃん、大企業ではないというところですもんね。そこなら作ってもらえるっていうことをなんで分かったんだろうっていうのはやっぱりすごいなと思いましたね。じゃあもうだってあんなもん作ってないんだもん。でもあそこだったら作れるはずだって思った人がいたんだよね。それがその菊池さんのお知り合いの方だ、まあ、たまたまね、ですね。だからこれを聞くとね、やっぱ熱くなりますよ、はい、いや、そりゃそうですよ。よく知ってるし、そりゃそうですよ。作ってる方をね、知ってらっしゃったら、やっぱりこうね、無事に帰ってきてよかったっていう思いもひとしおですよね。素晴らしいですね。いや、そりゃ確かに思い出に残るな。そんなこともあったんですね。まあ、はい、そんなことを本当にこの時は
おめでとうございますって言っちゃったもん。いやよかったですねって。そりゃそうですよ、うん、いや素敵な、ね、2010年でしたね、うん、よかったです、嬉しかったです。本当にそうだったんですね、うん、私はですね、まあ、事務所に新人としてまだ所属したばっかりの時期だったので、あ、そうか、はい、現場に見学に行かせていただいたりとか、うん、いろんな人にご紹介いただいたりとか、そんなね活動させていただいていた1年でしたね。はい、続いてそんな2010年の新語・流行語、はいね、この一部簡単にご紹介させていただきたいと思います、うんうん、まずはですね、いい質問ですね、はい、ありましたね、はい、この年ですね、春からレギュラー化された、そうだったのか池上彰の学べるニュースでは、うん、ニュース解説番組として異例の成功を収めましたが、番組内でゲストの発言に対して使われるのがこの言葉、いい質問ですね。その他の局でも池上彰さんが登場するニュース解説などの特番は軒並み高視聴率を上げました。そうですね、はい、いい質問ですねって、いいですよね、なんかね、やっぱりこれを返していろんな人がさ、やっぱ質問力っていう言葉があるでしょ、うんうん、はい、やっぱりね、質問する力ってすごい力があって、はい、例えばある人がさ、これみんな言ってますよねってさらって言ったことに対して、それって本当っていう質問だけで、はい、その人って考え出すじゃない、え、うん、いや本当って言われたら、いやでも僕の知ってる限りはそうだけど、はい、何人3人ぐらい、3人言ったら本当なのって言われちゃうとさ、あれでもそう言われてみると確かにそうじゃないかもしれないとかっていう、うん、これがいわゆる質問力ですよね、はい、何でもない言葉なんだけどポロって言われると、えー、みたいなさ、うん、これ簡単なのは、それ本当に本当に本当ですかっていう質問なんですよ、はい、これ言われるとね、みんなね、いやちょっとそこまでは言えないかもしれないけどっていう、うん、まあ、これも単純な質問で、ね、結構思考をね変えていく、質問力、質問力、うん、ここで言ってるいい質問ですねっていうのは、うん、まさに池上さんが振りたいことを言ってた質問でしょ、はい、そうですね、同じような質問なんだけど、はい、本人に気づかせるための質問っていうのもあるんだよね。うん、なるほど、確かに。でこれの一番のメリットは、A、本人は教えてもらったと思ってないんですよ、質問されてるから。なるほど、答えを自分で見つけるじゃない、はい、とこれって私が見つけた質問だよねってなるわけだよ、うん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 、でそれに対して自分でやろうと思うようになるわけですよ、はい、これこうやってやるんだ、やれよって言われたらさ、はい、わかりましたっていうだけ で、ね、自分からモチベーション上がらないじゃん。上がらないです。でも単純に質問を聞いて、はい、ああはいはいとか言って自分で考えながら、うん、これがいいのかな、こうしようかなと思ったら自分で考えてるでしょ、はい、これが質問力の、まあ、究極なんだよね。素晴らしい。超えれるじゃないんだよね。いやこれはいい言葉でございますよ。そうなんですよ、ね、今もねよく聞きますけれども、いい言葉だなと。子供にも使えるし、そうです、ね、大人同士でも使えるんです。はい、はい、余計な話をしました。いいえ、とんでもないです。あとはですね、あの、うん、AKB48、 あ、はい、グループ名の由来は秋葉原、コンセプトは会いに行けるアイドル、うん、かつて親子クラブを仕掛けた作詞家の秋元康さんが総合プロデュースを務め成功したビジネスモデルの一つです。とりわけ選抜メンバーはファンによる投票、総選挙によって決めるという企画は秋葉系に無関係な一般ファン層にも注目をされました。はい、また代表的な姉妹ユニットとして名古屋市栄を活動拠点とする SKE48、うん、大阪ナンバーを活動拠点とする NMB48、うん、福岡博多を活動拠点とした HKT48 などがあります。はい、ということでですね、いろいろなことがありました。2010年もね、今にどんどん近づいてきてますもんね。本当 ね、いかがだったでしょうか。皆さんの記憶、あの頃までプレイバックできましたでしょうか。以上、プレイバック流行語のコーナーでした。改めまして、現在放送中の言霊アラカルト、担当は菊池勝人と佐々木千秋です。さて今回も菊池さんに筆跡診断をしていただくべく、ゲストの方にスタジオにお入りいただきました。今回は今月からここ市川うらら FM で始まる新番組、まことの間でメインパーソナリティを務められるサブカルクリエイティブプロデューサーの誠さんにお越しいただきました。誠さん、どうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。
それでは早速なんですが、はい、まずは誠さんについて簡単なプロフィールをご紹介させていただきたいと思います。はい、お願いします。誠さんは東京都のご出身で、ライブ撮影や人物撮影を主として写真活動をしている中、コスプレ撮影を通してコスプレイヤーの感性の豊かさを知ります。うん、それをきっかけにコスプレイヤーや若手クリエイターが様々な方面で活躍できるようになるためのまことの間プロジェクトを始動。自身が起業した際に得たマーケティングの知識を生かしながら、空間デザイナー、イラストレーター、漫画家、シンガー、コスプレイヤーなどと手を組み活動しているとともに、新しい可能性を持つクリエイターたちを育成、プロデュース、作品作りへと誘っています。で、昨年はですね、ブルガリアソフィアで開催された東ヨーロッパ最大のサブカルチャーイベント、アニベンチャーコミックコン2019にも参加された、まさにワールドワイドに今後の活動が要チェックのサブカルクリエイティブプロデューサーです。ありがとうございます。はい、わあ、ね、素敵な方にお越しいただきましたが、さて、はい、誠さんなんですが、はい、実はですね、私や菊池さんは以前より交流がございまして。そうですね、はい、で、特にうちの事務所の後輩佐藤美久が今年のブルガリアのイベントでは大変お世話になりました。はい、一緒に行きました。はい、あのブルガリアのサブカルチャー事情いかがでしたか。はい、ですね、一言で言うと、はい、もうすごい熱いです。熱い、はい、あの、うん、気温がとかじゃなくて、はい、情熱という意味ね。あ、情熱という意味の熱さですね。そうですね、あのどの国でもオタクの熱量ってのはやっぱ変わんないんだなっていうのがすごくよくわかりました。そうですか。あのすごい遠いんですよ、ブルガリアって、あの日本からだと羽田から、はい、まあ、あのいろんな行き方が、でも、まあ、直行便がないからどっかを経由していかないといけないんですけど、あの我々はパリから行ったんですね。で、羽田からパリが12時間、おー長い。で、そっから乗り換えで8時間、はい、まあ、トランジットで8時間そのパリの空港で待って、はい、でパリからソフィア、そのブルガリアの首都の空港、ソフィア空港って言うんですけれども、はい、そこまでが3時間、うわ、だから合計で23時間かけて行ったんです。約1日ですね。でもそんなに遠いんですけれども、やっぱもう皆さん日本のアニメ漫画すごい大好きで、うん、はい、あのもう情熱的に関わって。そうなんですね。で、イベントに参加させていただいた次の日にですね、現地の学校の日本語クラスがあるんですね。はい、その日本語クラスに表敬訪問をさせていただいたんですよ。えー、でそこの生徒さんたちに、はい、日本語を勉強したいと思ったきっかけって何っていうふうに聞いたら、はい、あのアニメや漫画を、その日本語で楽しみたい、だからそのブルガリア語とか英語ではなくって日本語で楽しみたいから、はい、日本語を始めたっていう方がすごい多く、ってかほとんどがそういう動機で、はい、始めた、勉強始めたっていうふうに言ってて、嬉しい話だね。そうですね、すごい話ですよね。日本のアニメとか漫画とかの影響力っていうのを改めて肌で感じました。すごい大きいんですね。すごいです。はあ、うん、これはね、教えていただかないとなかなか伝わらないところがあったので、うんうんうん、はあ、そうなんですね。まあ、そんなね、あの誠さん、今回ラジオパーソナリティとして誠の間をお始めになられますが、はいはい、この誠の間っていうのはどんな内容の番組なんでしょうか。意気込みとともにです、簡単にお話しいただけますでしょうか。はい、先ほど紹介していただいた中にこの誠の間プロジェクトっていう言葉があったんですけれども、はい、それが僕がその写真活動をしている中で、この出会った人たち、被写体、まあ、モデルさんですね、モデルさんとか、コスプレイヤーさんとか、はい、まあ、カメラマンの方とか、全部アマチュアでやってる方ですね、はい、でたくさんいるんですけれども、その方たちの感性って、そのクリエイティブな感性ってすごいなって思うことが多々あったんですよ。ただその方たちが、はい、結構その感性は持ってるんだけど、それを発揮する、どう発揮していいか分かんないっていう状況が多くあったんですね。はい、なのでそれをどういうふうに、表現として形にするか、をちゃんとこっちがこうなんだろう、お手伝いして、はい、作品にして、で作品にしたらやっぱり人に見てもらいたいじゃないですか。そうですね。なのでその作品を見てもらう、どうやったら見てもらえるのか、でそれを作って見てもらうっていうことをこう繰り返しながら、はい、どうやってそのクリエイターとして大きくなっていくかっていうのをそのお手伝いするっていうのが
そのプロジェクトなんですね。あ、なるほどなるほど。はい、それをこの番組、まあ、ことの間の番組では、はい、今どういうことをやっていて、これからどういうことをする、このイベントはどうだったよみたいなのをこうリアルタイムにこう話していくというようなものがメインの一つ、じゃあもういろんなお話が聞けちゃうってことですよ ね、 そうですね、はい、楽しみですね菊池さん、本当にね、すごい ね、 ね、すごいですよね、うん、はい、あと僕の知り合いの漫画家の方、少女漫画家の方で真田千佳先生という方がいらっしゃいまして、はい、その方にもこう来ていただき、はい、少女漫画の歴史とか、こういう風に絵を描いたらこういうポイントを気にして描いたらうまく描けるよっていうものとか、そういう情報とかノウハウとか、そういうのをお話ししていただけたら面白いかなと考えます。あ、すごい、そうなんですね、はい、いや楽しみにしております、はい、ぜひ聞いてみてください、はい、さてそれではですね、いよいよ菊池さんに筆跡心理分析結果を披露していただきますが、はいはいはい、今回のゲスト誠さん、現在の心境いかがですか。もうめちゃめちゃ楽しみにしてきたんですよもうね、すごいこう自分どんな感じなのか、自分のことって分かんないんですよね。まあそうですよね。だからすごい楽しみです。よろしくお願いします。なおですね、誠さんには放送直前にノーインフォメで美しい未来の幸福な様子という一文、漢字で美、ひらがなでし、漢字で未来、ひらがなのの、漢字で幸福、ひらがなのな、漢字で様子、美しい未来の幸福な様子という一文を書いていただきまして、それを菊池さんにはお渡ししております。また毎回申し上げております通り、放送終了後約1週間程度で YouTube にもアップしていただきますので、大文字アルファベットで言霊、カタカナでアラカルトと検索してみてください。それではお待たせしました、菊池さん、分析結果をお話しください。はい、まず、はい、前回ちょっと見学会で、あ、はい、はい、そうですよね、あの時の字も大きかったよね。大きかった。でこれも結構大きめなんですよ。うん、であの時ちょっと僕は指摘したんだけど、基本的に行動的な方ですねってことなんです。うん、だから自分でいいなと思ったら、はい、まず行動しちゃおう。うん、世の中にはいやいやよく考えてから動こうよって人もいるんだけども、うん、あなたの場合はいやいや考える前にまず動いてみようよ、うん、っていうのはとっても強いのよくわかりますね。うん、全体のバランスから言って字が大きい。それとね、未来の未っていう字と来、来るっていう字の横線結構長いよね。あと幸福の幸っていう字の横線、はい、結構長いんですよこれ、はい、左側から長い線が入ってるんですよ。うん、センターからだいぶ左に寄ったところから書かれてるんだけども、これ長い人っていわゆるね、自分の専門的な知識とか高いスキルとかそういったものをもっともっと上げていきたいっていう思いがあって、そういった部分に自分がいけるんだったらモチベーションをもっともっと上げてどんどんやっていきたいっていう気持ちがとっても強い方の字なんですよ。はい、ある意味では職人さんの字って言われてるんです。いわゆる極めたいってやつその部分は極めていきたい、そのために何かやるんだったら必要だったら喜んでやりますよみたいな感覚。うん、だってモチベーションそこから生まれてんだもん、どん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 。それを見た時に周りの人はいやいや努力家でない頑張ってるねって言うと思うけども、あなたにとってみたらいやそれは当たり前ですよみたいな、うーん、というふうなところがねよくわかる字ですねこれ。あとね、美しいっていう横線、あるいは様っていう字の横線が均等になってないんですよ。あと幸福の幸っていう字もみんな感覚バラバラになってるんだ、横線の感覚が。でこれってね、前回の、はい、見学会の時の見っていう字は、見るっていう字は横線がピタッとさ平行で等間隔になったんですよ、はい、そうですね。で今回はこの字になってないんだよ。ということはね、この前も説明したんだけど、等間隔になってるってことは自己管理能力高いよってことなんだけど、はい、一文字書いてる時って結構緊張してそう書いたかなっていうのもあって、こっちの方はリラックスして書いてる可能性があって、より自分のことが出てるわけですよ、はい、で均等じゃないということは何かというと、いわゆるね、自分の思った通り、自分の感情、自分の思い、これそのまま出していいじゃんっていう感覚だよね、うんうん、もっと言えば自分の気持ちに素直に行きたいよっていう、それを無理やりコントロールする気はないよねっていう思いが結構強いんですよ。というのがあるの。だから一応社会人じゃん、みんな社会人だからまあそうは言ってもさ、コントロールしなくちゃっていうことを前回の中には出たのかなって気がしますね。本当はこっちだねと思うね。
いわゆる思ったこと、やりたいこと、好きなこと、やりましょうよすぐにっていう感覚で、その感情に素直に反応したい、そういう自分がいるよねっていうのはまあよくわかるね。あとは子供の子の一番下はあんまり強く跳ねてないんですよ、はい、だから今言ったようなこともあるんだけども、最後まで自分が面倒見るかっていうとそこまでは見ないかもしれない。まあいいんじゃないですか、もうできるでしょう、僕じゃなくてもみたいな。ある意味では飽きっぽいっていうよりもね、任せればいいでしょって思っちゃうんです、うん、でも最初の頃はどん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 自分で行動してやっていきたい。よく出てるよねこれね。いやすごいですよね。すごいですね、うん、あとはもう一点だけ言うと、字の大きさがちょこ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 大きさ変わってるんですよ。これ大きさが平仮名小さいってなんだけども、本当だ、はい、でこれは同じ大きさで書きたくないんですよ、深層心理として。これはなぜかというと退屈なんですよ。あ、要はルーティン化したものはあんまり魅力を感じないの。だから決まりきったことを数多くこなせとかね、早くやれとかっていうよりも、うん、全く新しいことをやりたいんです。そのためにモチベーションが上がってくるということなんで、はい、みんながみんなそうじゃないでしょ。新しいことやってる人もいるじゃない、リスクがあるから、ね、あなたの場合は新しいから面白いんじゃないかみたいなさ、あ、それを自ら行動していこうというところがよく出てますね。うん、いやいかがでしょうか、ね、面白いですね、はい、すごいすごいです、うん、いやすごいすごいですすごいしか言えない。いや前回ね、あの見学会書いていただいた時に学が果たしてみたいな、そうそう、見学の件はどうなんだろうっていうちょっと疑問があったので、うん、はい、ね、ちょっと分かんないとこがあったんで、はい、今日どっちだろうねってやってたんだよね、はい、そうなんですよ、うん、いやね、この分析につきましてですもんね、菊池さんがよくおっしゃってらっしゃるように、はい、あくまで参考にしていただくものであって、まあ、断言するものではないことだけ、はい、くれぐれも、ね、ご注意ください、はい、では最後に誠さんから告知などございましたらお願いいたします。はい、ですね、はい、さっきもご紹介いただいたんですけれども、今月からここ市川うらら FM さんで、はい、誠の間という新番組をお送りしております。日時が毎月第2第4日曜日のお昼12時から、はいはい、なので、明日のお昼にも放送があります。そうですね、はい、でそのさっきお伝えした通り、このサブカルチャーのクリエイティブ、サブカルチャークリエイティブプロデューサー、はい、プロデューサーですね、はい、としてはい、このどういうふうにこのクリエイティブな感性を作品にしていくかっていうのをリアルタイムでお伝えしておりますので、興味がある方はぜひ聞いていただければありがたいです。よろしくお願いします、はい、ありがとうございます、はい、あとは何か SNS などもやってらっしゃいますか。はい、ツイッターのアカウントがあります。アカウント名が、はい、アカウント名はまことでやってるんですけども、そのアカウントの ID が、はい、アットマークの、MAKOTONOアンダーバーマ、MA ですね。だから、マコトアンダーバーマ。お、マコトのマですね。はい、あ、そうです、ごめんなさい。マコトのアンダーバーマでした。ごめんなさい。いや、ツイッターもね、ぜひ皆様チェックをしていただければと思います。はい。いや、いろいろなね、お話を聞かせていただきまして、すごく楽しかったです。あ、こちらこそすごい楽しかったです。本当にありがとうございました。ありがとうございます。今回のゲストは1月12日から始まりました新番組まことの間でメインパーソナリティを務められるサブカルクリエイティブプロデューサーのまことさんでした。まことさん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。皆さん、なんともうエンディングの時間になってまいりました。言霊アラカルト、いかがだったでしょうか。この番組は毎月第2第4土曜日お昼14時30分からお送りしておりますので、ぜひ次回放送も同じ時間お耳にかかりたいと思います。菊池さん、今回はいかがでしたか。いや、誠さん楽しいね、うん、いろいろやってることもね、はい、クリエイティブで、ね、すごい楽しい、すごく面白いと思いました。そうですね、良、うん、かったです、ね、ラジオの方も皆様チェックお願いいたしますね、うん、ありがとうございました。ありがとうございました。それでは言霊アラカルト、また次回お目にかかりましょう。皆様のお相手は菊池勝人と佐々木千秋でした。ありがとうございました。